はい、どうも。はい、どうも。はい、ということでよろしくお願いします。やってきました。はい。はい、今月も来ました。ザ・ジョジョランズの感想語りですね。はい。はい、もう今回第13話ということで、まあ、気づけば、もう、先月で1年経ってたという、早い。そうですね。もう単行本も3巻が出るということで、そうなんです。早いちね。ょうどね、去年の2月にスタートしましたので、もう、1年を過ぎて、まあ、第13話、今回タイトルはちょっと長いですけど、その年私に起こった不条理な出来事ということで。なんかはライトい。レベルのタイトルみたいな、長い。そうですね。なんか徐々にしてはちょっと珍しいようなタイトルですけれども。4年前ということで、まあ、ドラゴナの過去から始まって、まあね、過去はちょっと、まだ男の子の感じがすごいあったんですけれども、このそう頃は。ですね。でもまあもう、でも顔の表情がすでにもうね、ドラゴナだなっていうような。まあそうですね、すぐまあね、わかるというかまあ、柔和な感じで、ちょっとね、この、まあいじめられてるんですけど、むちゃくちゃ。めちゃくちゃいじめられてますよね。これながちょっかとななんかかきもついでう、すね、これはね。ちょっとね、何ページにわたって。まあちょっとね、このクスクスごめんねとかの表情も可愛いのに、なんかもうね、いじめられて。で、この女がね、なんか権力者の娘ということでいろんなまあ、だいぶ、まあ、なんやろ、あんま言いたくないですけど、リアルにあるようないじめなのかな、みたいなね。ぽいですね。なんかね、スポンサーっていうのも一番、まあね、日本のドラマとかでもよくありそうなまあこのね、いじめ感のじですね。行為もいね、たやいりたいた。す、これなかなか、このね、なんすかこれ、この乳首をね、ぎゅーやられて、これは痛いでしょなかなかこういう描写って最近見う。ないですけど、漫画では。確かに。漫画というか少年誌では見ないなっていう感じですけどね。そうですね。まあこれ青年誌かもしれないですけど、ちょっとなかなか、まあ、まあ、その最辺近は。のね、現実の事件とかも、おそらく、荒木先生が感じて、ねえ、ね。別に、ハワイだからとかじゃなくて、日本でも全然あり得るようないじめですから。そうですで、ジョディオはね、小学生で、まあもう、この頃から服装は出来上がってるんですけれども、もう、まあ、服装はね、そう出来上がってますね、服装と髪型出来上がってるんですけど、バスに乗り込んできて、お兄ちゃんをね、助けるというか。で、もまあ。う、目つきがやばいですけどね、これね。ジョディオの目つきは。ねえ、幼いけどもう覚悟を決めた目というか。そうですね。やべえな。なんでしょう、やっぱまあ、この二人も先天性のスタンド使いというか。ぽいですね。もうすでにこの時点でジョディオは少なくともですし、そうですね。で、まあ、この女がやられてね、まあ、ざまあ見ろなんですけれども、ちょっとこの時はまだ、お兄ちゃんのドラゴナの方はちょっと気弱というか、むしろ弟にね、引っ張られてるような感じも、あるというか、そうだ、ドラゴナはまだ覚悟が決まってない顔ですよね。だからこれね。そうですね。で、まあ、こういう寝付けないシーンとかも、でも、もう、そうなんですよ。もう、ジョディオはね、そう、目つきがもう、仕上がってるんですよね、小学生ながらに。それ完全に、どこで、このジョジョがどこで仕上がるかを知りたいぐらい、もうすでに完成されてますからね。そうなんですよね。まあもちろんね、家族というかまあ、お兄ちゃんを守るために、決意をしてるわけなんですけれども、まあここで、まあ何事もなかったかのようにまたいじめっ子たちが乗ってきて、まあこの、すごいですね、ノーベンマンレインで、まあドアを、閉めて、この窓ガラスも全部閉め切って、炎をつけるという。いいや、やー、これ強烈ですよね。そうですね。これ、まあなんだろう。まあついに、まあ大丈夫だと思いましたけど、ついに主人公が大量殺人をする描写なのかって思ったんですけど。まあ、ギリギリですね。このニット帽のこのインコがなければ、もしかしたらやりきってたかもしれないですああ、よね、そうこでれす、ね。そうです。このね、インコのために、まあ、消化した、沈下した部分があるので。そうですね、ドザーって。
まあでも、やけどしてっていうことで、まあはいまあ、マジでこんだけの奴らを一気に、まあ、ジョーディオは、まあ、さすが今回のキューブの主人公だなっていう感じですけれども。第1話でしたっけ？ 2 話でしたっけ？サイコパスって言われてましたよね、だから。ああ、そうですね。うん。こういうところからそれ来てるんでしょうね。だからもう、ドラゴナ確も、あんた病気だよって言ってますからね、これ。かに。確かに。言ってる言ってる。これがサイコパスなんでしょうね、だから。そうですね。まあでも、おかげでドラゴナはね、よく眠れたっていう、まあ。で、私強くなるというところから、まあ。まあ、これ何ですか？傷かな？傷、かさぶたか。スムースオペレーターズで直して。まあ、以前、え、ぜ、前の、前の、え、前の前でしたけど、まあ、これね、傷を移したところがバキッとこう、スプーンが割れるっていう、ね、技というか。そんで、あんたはノーベンバーレインということで。まあ、ここでドラゴナの過去が結構がっつり。まあ、今回のテーマが本当に不条理っていうところでね。ね、この一連のね、善とか悪ではなくとか、襲いかかってくるっていうのは、これが第8部の最後のね、登録の厄災のお話とちょっと似てますよね、なんまあ、か。ちょっと匂わせみたいなところはね、ありますけど。まあ、でも、薬剤、まあ、そうですね。薬剤ね。確かに。キューブでは不条理なんでしょうね、だからそれ不が。条理。まあね、どうしようもないところは。まあ、そのことが許せない。そうなんですね。で、まあ、ここでまた、家族の話とかがあって。まあ、本当に荒木先生はこういう一人一人ドラマを考えるのがすごいなとは思ったんですけれども。キャラクターのね、掘り起こすというか、深掘りというか。そうなんですよね。で、まあ、ここで、さらにまた展開があるというか、その結局、ジョディオはそのバスを燃やしてみんなを火傷させたことによって回り回って、お父さんのそう、保こ険れが、会社が、っていうね。このね、まあ、これが不条理でしょうね。だから、回り回ってってね、今、高城君が言ったように。そうなんですよね。特別な力が働いて、まあ、その女のお父さんが権力者だったっていういじめっ子のね。だからお父さんも別に悪い人で出て行ったとかじゃなくて、もう追い詰められて出て行っちゃっでたっすね。ていう、家族崩壊してしまってという。で、まあ、だから、この二人のお母さんは働いてるっていうところに繋がっていくというかね、バーバラアンですか。で、ギャングもそれを狙ってくるみたいなところでもう大変な。怖いですね。怖いな。もうとにかく少年時代のジョディはマジで喋らず、目つきだけでずっと、そうですよね。すごいわ、こいつは。と目つきが決まってますから、これ。そうなんですよね。だからやっぱキューブにつながる、キューブじゃない、だからもうね、最初の現代のジョディオにつながるというかもう、本当ああ、に。そういう意味で。キャラクターがブレてない不条理。で、ここで、まあ、偶然、この、ボスにね、後々のボスになるメリル・メイと出会うというか。これはね、でも僕は偶然じゃな、ま、わかんないですよ。わかんないですけど、偶然じゃないんじゃないかなとかも思ったり。まあね、まあ、確かにね、そういうのもあるかもしれない。もともと何かしじゃあら。まあ、その後ろでね、伊藤英とかじゃなくて、私は儲からなきゃ誘わないって言ってるんで、まあまあ確か多に。分、この二人がスタンド使いっていうのを分かってるんじゃないかと僕は邪推してるんですよね。そこがね、まだわかんないですよ。メリル・メイがスタンド使いなのかどうかでまた話が変わってきますだからからね。もしスタンド使い、分かってんやったら、メルリメも確実にスタンド使いなんだなぁなぁとは思うんですけど、まあまあ、そうでこすの辺はね。ね、分かんないですよね。まあ、こういう経緯があってということで、ほんで、チャーミングマンの話なんで、ここいいですね。切って、切って、切って。これこはれはあれですかね、ね、飲んで飲んで飲んでのリズムでいいんですかね。どうなんでしょうね。切っ て。飲んで飲んでまあ、飲んで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 。いや、そんな早ないと思いますけどね。そうなんかね。わからんけど。もう、ワンテンポの切って、切ってっていう感じかああ、なそうとか、は思うんまあですね。けど。まあ、全然あるような、これね、いいですね。この、携帯の電源を切るときの、このノリはいいですね。やるんでしょうね、みんなね。
面白いな。ちょいちょいこういうのがあるから。あ、チャーミングマンね。で、仲間に。で、チャーミングマンが、まあ、自分の知ってる溶岩の情報を言うと。で、まあ、2個あったけど、1個はなくなりました、みたいなね。ね。うん、ジョディオが粉々にしましたから。で、また新しい存在、ハウラーという会社が所有している土地だという。溶岩が、ま、山の上にはもっと大きいものがあるに違いないっていうね。次に。なるほど。面白いですね。調べようとすると、なぜなんだか社会的な邪魔が入るというね。だからまあ、この、ハウラーという会社も、もしかしたらそれは分かってて、ね、立ち入り禁止にしてる可能性が強いのかな。妨害。で、ウサギがなんだよ、不条理だぜっていう。まあ、ここで不条理っていうのもよくわかんないけど、まあ、でもそうか。弟の疑惑を、殺した弟の疑惑をかけられてるってところもそうやし。あ、まあそうですね。回り回って、巡り巡って。不条理。で、まあ、ジョディオが不条理に反応しちゃうというね。で、まあ、メリル・メイがね、よし、グッド。このヨガ、男前っすね、このメリル・メイ。いや、ここ、男前ですね。男ですね。もっいや、とでまあ、か決かっめた顔き。です。いいコマですね、これね。いいいや、コマですよ。いいコマですね。なんかね、すごいですね。でもちょっともっとでかかったような気がするけど、出てきたとき。最初の登場シーンはね。なんか、これでコスプレしそうな人が、ちょっと増えそうですね、これね。ああ、いそうですね。すごいな。溶岩は金になるっていうね。で、プアラライスさん。で、インフラ整備の会社、ハウラーということで。山ごと全部いただこう。権利という概念。だから溶岩を権利に近づけようという。この辺が、どういうことなんかちょっとよくわからないんですけど、ねえ。物理的にね、例えばダイヤモンドとか、紙幣とか、物理的にあるものを溶岩にくっつけたら、なんやかんやって、こう、それが、時計とかね、返ってくるっていうのはわかるんですけど、権利って、ね、ほんまに言ってるそうようにです概念じね。ゃないですか。そこもこんな若造たちがそこまでたどり着けるのかっていうところもね。別にま権利書をさ、その物理的に権利書ってペーパーを手に入れてもしゃあないわけやん。あ。まあね。ねえ、名義とかもあるわけで、そうです、そうです。これどういう展開、さ、だから、それだけにどういう展開になるかが全く読めないっていう確かにね、そうなんですよね。ねえ、面ね。白い。全部。ザ、500億ドルってだいぶですよ、以上。1兆、5兆、6兆ぐらいか。そうですね。相当な価値。なまあ、すのべにて、10%。会社も。それの20%ってもう、人生クリアしたようなもんでしょ、もう。これああ、4%そうですになっね。たとしもてちもね。ろん。もちろんですよ。いやー、だからまあ、まあ前みたいに、露伴の時みたいにまたこう、なんていうのかな、泥棒として入るのか、まっとうな道で、その接近するのか、その辺はこれからだと思うんですけど、あ、でも今度は泥棒じゃないって言ってます。近づけにだけ行ってもらうって、溶岩を。どう皆様やりますか？メリル・メイもまだ、いいですね。こいつもまだなんかね、いろんな謎がありそうで。いや、そうですよ。だから、ジョディオが、正直、この、不条理からトップになろうとしたら、結局、メリル・メイも邪魔になってくるわけで。まあ確かにね。ねえ。だから、ゴブ・オマージュで言えば、ボスは倒すべき相手になるから、まあ、本当にもっと先の話だと思うんですけど、そうですよね。ねえ。なんか、とりあえず、権利とか出てきて、非常にもう半沢直樹っぽいなと、勝手に思っ確かてに。るんですけど、面ル白いでパすンとかね。ね。なんだろう。いや、すごい。だから、ほんまに今回もめちゃくちゃ面白かったし、次も、すっごい気になるんですけれども。またね、ハウラーで敵が出てくるのかな、みたいな感じですね。なるほどね。だまあ、この、フアラライさんに直接行くのか、なんかその、所有会社の方に行くのかみたいなところもね、またちょっと、
そうですね。いや、マジで展開が全く読めないんです、だから。そうですね。わかんない。もう毎回、なんかもうわからんよ。すごい展開になっていくから。いや、しかし、面白いですね。もう、なんか結構、まあ、ページ数はあったけど、やっぱあっという間やったな。面白かったな。ねえ、素晴らしい。まあまあ、来月ね、また4月18日に、次の話数話も見れますし、3巻もあさっりきま言ったす。みたいに出ますから、楽しみかなという感じですね。そうですね。ありがとうございます。ということで、まあ今回、ザ・ジョジョランズ13話、もうめっちゃ面白い、本当に。なんかもうね、本当に先が読めないですけれども。楽しみでしょうがありません。ということで。まあ、今月はね、前も言いましたけども、タブレットケースが前座でありますので、皆さんね、ぜひお申し込み。まあまあ、値段はそうかなという感じですので、そうですね。どうです結構、かね。サイズも大きくて、いわゆる iPad よりも、ね、iPad も十分入るタイプのサイズであるみみたいたでいすな。ね。いや、これはいいと思います。楽しみ。ということで、今回の感想語りは以上になります。また来月、よろしくお願いいたします。お願いします。では皆さん、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。よろしければ、チャンネル登録、お願いします。